2023年合格しました佐々木麻です。私は2回目の受験で合格して、1年目は大学中だったので東京で勉強して、大学を今年の春に卒業してからは実家の長野の方で少し勉強、半年もしてないかな、3ヶ月ぐらいは長野で勉強していました。大学は外国語学部出身なんですが、コロナの流行などでその留学とかが困難になってしまって、将来何やろうかなって不安になったり、まあ英語はまあ言語というか手段なので、その英語ができても他が何かできないと困るなってことで、やっぱ手に職をつけて、やっぱ資格とかを持って働きたかったのが一番の理由で、もともと外国語学部か法学部で迷うぐらいにはちょっと法律には興味があったのと、叔父が司法出資をしてるっていうのを、大学に入ってというか上京しておじさんって司法出資してたんだと思って、法律系のお仕事、弁護士とか検察官とかぐらいしか、こう私の中ですごい人みたいな難しそうなもの、職業っていうイメージしかなかったんですけれど、まあ、司法書士っていうそういう職業があるっていうのも大学に入って知って、じゃあ司法書士試験を受けてみようかなと。私は2回目の受験で合格したんですけれど、1年目は山村先生の入門講座、2年目は小山先生のエクシートコースを受講してました。受講してよかった点は、本当に法律何もわからない状態で受けてもすごく分かりやすかった。そのすごい専門用語とかもあるわけでもないし、すっと動画を視聴して理解することができました。動画内での語呂合わせとか結構頭に今でも入ってるので、そういう面白い語呂合わせだったり、たまに入る雑談みたいなのを楽しみにしながら、長い講義を毎日ちょっとずつ聞いてました。私は大学生の時と、まあ大学卒業して少し4月から7月まで司法書士試験に集中して勉強できたので、早めに動画を見て結構飛ばしてみるというか、1日暇だったら2本ぐらい見たり、コツコツ毎日見てって、で早めに見終わった後は過去問やひな型の練習をしていました。過去問は午前の部と午後の部の科目を分けて、午前の部でやるもの、午後は午後の部でやる科目みたいな感じで、午後の眠い感じでこの不動産登記法や商業登記を解くのかみたいな雰囲気を感じながら過去問演習していたり、あとひな型は結構毎日繰り返し練習というか覚えていました。1年目はすごいずっとひな型練習してたので、まあ、過去問とひな型で忙しかったんですけれど、ほぼ1年ひな型練習してたので、2年目はもうそんなに毎日やらなくてもいいかなって感じで、基本形は頭に入ってるので、不動産登記法と商業登記法の記述の対策としては演習の形の問題を2年目は解いてました。あとは覚えにくいところとか、紙ルーズリーフとかに書いて家の壁に貼ったりして、ぼーっとしてる時もこう、ここら辺に見えるような感じで、目につく回数を増やして、なんとか覚えようと努力していました。試験勉強から早く解放されたいという一心で頑張っていました。そんなに前向きな動機じゃないんですけど、早く楽になりたい、合格したい、授業落ちたらやばいみたいな感じで、勉強のモチベーションを無理やり上げていました。これから試験勉強始める方へのメッセージは、私も法律全くわからない状態で勉強して2年目で合格できたので、そんなに不安に思うことなく楽しく勉強できればいいと思います。コツコツやれば受かると思います。自分の言葉では話し 山村先生の入門講座はもちろん、こう、量も多かったけれど、まあ、初学者の私にとってはもっと膨大な知識の中でちゃんと合格に必要な知識をギュッとまとめた講座になっていたので、中だるみすることはなく、結構毎日新しい知識を得れる点がすごく面白かったというか、面白かったです。小山先生のエクシードコースは、まあ2年目なので、まあ復習というか、結構1回目の受験が終わってで、すぐ勉強し始めたんじゃなくて、結構本当に10月というか、まあ
落ちてるのは分かってるんですけど、筆記の合格の10月10日ぐらいまではと遊んでたというか、そんなに勉強のモチベが上がらなかったので、小山先生の講座を秋ぐらいから見始めたんですけど、試験から数ヶ月経つと忘れるところもあるなと思って、いい復習も兼ねてちゃんと知識をもう一度入れられたし、あと小山先生なんか勢いある話し方が一回目落ちたので、カツを入れてくれるというか鼓舞してもらう感じで、こう一人で勉強してたので、勢いのある動画が次は絶対に頑張ろうという気持ちになるような講座で受けていて、とても楽しかったし頑張れました。その山村先生の入門講座で、なんか皆さんは一発合格するような気持ちでやってもらいたいみたいな感じで、で動画内で話されているので、じゃあもう私も一発合格するんだって気持ちですごく頑張ってたんですけど、1年目は残念な結果に終わって、その時振り返ってみると、曖昧な知識も結構多かった。これは絶対覚える。みたいな、動画内で指摘された点とかも苦手な分野だと覚えきれてなかったり、声に出していってみ、はい覚えてますかみたいな感じで言われても、あれっていう知識の正確さに欠ける、やっぱり試験本番でもいつもは絶対に間違えないのに、多分マークミスというか、やっぱ緊張とかもあって、こう選択肢間違えたりとかして得点が伸びなかった。2年目はそういう不安な場所、曖昧な場所を絶対潰そうと思って勉強していました。2年目に合格できたのは、まあサボる日も結構多かったんですけど、ちょっとずつ勉強を続けれたってのと、簡単な試験ではないので、ちゃんと覚えるところは覚えなきゃダメなんだっていうのを感じたので、本当に A レベルの知識は絶対に完璧にしようと思って、1年、まあ、半年ぐらい勉強をしたので、よかったのかなと思います